はい、こんにちは、日本改革と靴沢です。龍斗様、僕平昌様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとうございます。今日 NHK スクランブルイコール解体デモ、つつがなく終了、事故なく事案なく、終了いたしました。今回も約150名の方に ご協力ご参加いただきました。誠にありがとうございます。何も事故なくね、車にひかれる人も おらず、あと沿道の酔っ払いに罵声を浴びたりとかそういうこともなく、無事に終われました。今回もメディアの取材は皆無でした。ふざけてるよな全くな、いつまで無視できっか試してみたい気がすんな。今後も開催しますのでよろしくご協力ください。数名の方にですね、思ったより失敗してないねって言われました。もちろん頭髪のことなんですけどもね。今日はですね、プーチンが自宅の階段を5段ぐらい、尻餅ついて落っこって、脱糞したとかですね、まあそういう報道ありましたけれども、ちょっと真偽不明なんで取り上げません。あとスイスがですね、なんかロシアの資産を、中立国っていうのを破って1兆円ばかし凍結したんで、それに対してですね、掲示板では自らその中立を破っちゃってスイスはもう終わりだみたいな投稿がやったら多いな、思ったんですけども、あ、そっか、これ誤毛だな。誤毛はですね、スイスの銀行に中国共産党の幹部の隠し財産っていうか、共産党が危なくなったらとっとと逃げるように、海外に資金を逃してるスイス銀行に8兆円あるって言われてるんですよね。8兆円、1人平均1000億円だっけかな、そのぐらい金預けてるっちゅうんですよ、中国共産党が。で、スイスの銀行はですね、そいつらの資産を凍結さられっと、もう目も当てらんないから、誤毛に命じて書き込ませてんでしょうね。これ日本語の掲示板だけじゃなく、海外掲示板、まあ英語とかでもフル稼働で書き込ませてんだとは思います。っていうことなのかとピンときました。パヨ秘宝、立民、反撃能力容認を検討、維新、国民民主に続く安保提言へ、責任政党へ現実路線。あんましね、反対ばっかしてるとって言われたのが、ちょっと聞いてるんだが、まあまあ反対ばっかじゃないよって言い返すためにこんなこと言ってるのかわかりませんけれども、まあ応援してるパヨは裏切られた気分になってるんじゃないでしょうか。ネットの話です。パヨこれどうすんの、立憲なんかどうでもいいやまあ言っても 3% だしね。鳩山政権の公約じゃ会見にも賛成だったんだよな。そうだったのか。すっかり忘れて、憲法審査会妨害しまくって3年ばかし開かせないことに成功しましたけどね。現実に曲げたのか。命あっての反日、当然だ。抑止力こそ国防だ。今のロシアを見てたらそうなるよ。反対するのは共産社民令和ぐらいかな。有権者の過半数が賛成だし、しい数をどうすんのこれ。容認を検討、容認って支持率 3% の立憲に許してもらわなくても結構です。何様なんだ。容認を検討つって威張ってて、容認許してやるみたいな、その態度がまあ偉そうですよね。それにね、検討するだけやっぱり容認しませんっていうことになっかもしんないですしね。やっとね、ツイッターの意見は大声少数派って気がついたのかもしんないですね。まともな意見や批判をブロックしまくってですね、似た意見しか目にしなくなる結果ですね、見えてる世界が別世界っていう、
まあ変なやつ同士集まって変なことばっかり話し合ってたらだんだん変になっていきますよ。立憲議員のあのツイッターその他でですね、エコーチャンバーの大規模研究できそうだな。エコーチャンバーっていうのは、周りを似たような意見の人ばっかり集めて、批判を一切受け付けない、クローズドなところに、閉鎖空間に閉じこもってると、だんだん意見が偏ってくる。先鋭化してくる。っていう現象のことなんですけどね。それとも守るべきですね、中国共産党や北朝鮮労働党が弱体化した情報でも掴んで手のひら返ししたのか、すり寄ってきたのか、それともどっかにはしご外されたのか、いずれにしても立憲の支持団体でも基地度が高い自治労日教組放送労連激怒案件ですよね、これね。放送労連っていうのは NHK 労働組合と民放労連、ここは立憲支持しますって公言してますから、これらが応援できる基地度が高い議員がですね、立憲の中でもよりすぐりのですね赤い議員、共産党と何が違うのっていう基地度が高い議員が離党してですね、新党結成の可能性もあるなぁって思いましたけれども、民主党プラス維新のカスどもで民進党になってないですか。民進党が真っ赤立憲とピンク民民に分裂したじゃないですか。わずかに赤度が薄い民民。で、立憲が真っ赤っかな新党と真っ赤な立憲に分裂しんのかな。立憲から真っ赤っかなキチキチな感じなやつがこんなとこいられるかって言って離脱して第二共産党作るのかな。共産党からですね、かつてキチの中核派と角丸派が離脱した、こんなとこいられるか、俺たちは暴力革命したいんだーってですね、抜けた歴史を繰り返すのかな。新党の名前は日本社会党がおすすめであります。民主党にもですね、赤松とか戦国とか、社会党だったやつがいっぱいいました。先祖返りして社会党を名乗ったら、社会党復活させたらいいのになーって思います。元民主党議員の政人会水島博子さん、杉田水脈衆議院議員をディスるために発達関係の問題がある人なのではないかと思います。正論をぶつけても意味がない、政府からお引き取り願うしかないと思いますと投稿しまして、精神科医が発達障害差別してんではないかと大炎上しておりました。ネットの反応です。これは引く、これはひどい、さすが民主党、多様性はどうした。本当だよね、多様性はどうしただよ、黙ってりゃいいのに。また新たな逸材が現れた。言っちゃいけないことがある、元民主党の議員、こんなのばっかと。結果的にですね、発達障害に正論ぶつけても意味がないって言ってますからね、これね。差別と言われても仕方ないですね。一郎はアスペルガー症候群、アスペ、高度自閉症と高知能自閉症とも言われますけども、アスペであることを自他ともに認めてますが、正論が通じないわけじゃありませんよね。ずっと同じことをですね、追求できる研究者にはアスペが多いって聞いてます。あとはね、東大生の約2割がアスペらしいんですよね。アスペの人ってずーっと勉強してられるんだって。ずーっとピアノのでもバイオリンでもずーっと練習してられる。常人はなかなかそれいかない。飽きちゃったり迷いが生じたり、アスペの人ってずーっとやってられる。一郎もずーっと練習してられる。あとね、毎朝カレー食ってられるっていうですね。飽きない、諦めない、自分の好きなことだと。やってられる人、
です。信長もアスペだったんじゃないかっていう論文もありますしね、そういう研究、この辺がアスペっぽいっていうですね、ずっと天下を取ることを考え続けられるとかですね、しかも精神科医っつ専門家でしょこの人、こういうこと知らない一般人が誤解でですね、変なことを書き込んでるのとは訳が違うし重みも違いますよ、これは発言に責任が生じるのはまあ無理もないですよね。元民主党議員ね、まだまだ脚光を浴びていない逸材がいるのではないかなんて思われますけど、まだまだ世に知られていないすんげえ人いるんじゃないかなあなんて思いますけれどもね、というわけで NHK スクランブルでも無事終了ありがとうございました。メール党員さん限定忘年会やります12月29日、こちらの方のご応募もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン